朝からコーヒーこぼしました。拭いてます。今取れました、ね。これが乾いてる。つく頃には乾いてるでしょ。初めてなんで、めちゃくちゃドキドキだったんです。まあまあ楽しみですよ、初めてなんで。宮島1回しか行ってたと思う。どうや、若手中心だろ。なんで英語、なんで英語。まあでも宮島楽しみましょうね。俺まだ1回しか行ったことない。宮島世界遺産、世界遺産。まだ俺も見れてないから見たいです。この間も来た。一応来てんの。下の子とか鹿触ったりする。人力車。
5年ぶりやね。はい、フリーが治った人は。でも。無理かも。触れるの？いけます？いけます？いける。え？何もなんもならんの？何もならんの？ちょっと噛まれるぐらい。そうです。噛むとかないけど。大丈夫。ちょっと痛い。持った方が絵になるし無理だわけです。もう水の中からは出さないで。水の中から出したら持ってるの？楽しみだ。動くな。それって動くの？リップさん選ぶ人だ。すげえな。
こんなするの水の中だからこんなのがでかいの、でかいよ、どっちだろ、ガンちゃん、ガンちゃん見てこっち見てこっち。顔すかないでしょ。上見てる。ガンチ。いたよ。おるやろ。おるやろ。なんか眠たそう。顔ない。これがイルカってすごい。見えない。ガンチガンチこれでいい。じゃあもうこれでいこう。これで運が違う。何とかです。薄い方で、あ、ガンちゃんどっちがいい？何でもいいよ。あ、わかんない。あ、薄い方で。じゃあ薄い方で。はい。いいじゃん。おー。お持ち帰りをしてくれ。そっか、2等。ちょっと2等ってすごい。これは、あの、ガンちゃんの息子さんにあげたいと思います。プレゼント。人が多いっすね。いや、本当に楽しい。あ、ピックが近いじゃん。はい、いい勝負。あー、覚えたかった。覚えたかった。痛い。痛い。痛いわ、俺。この顔を打つ。おいしい。あしかもまあまあでかいけど。すげえな。